吸血鬼ハンター D、ヴァンパイアハンター D、ヴァンパイアハンター D は、日本のアニメ会社マッドハウスが制作したアニメ映画である。本作は、菊池秀幸の小説シリーズ、吸血鬼ハンター D の第3作、D あやかし殺業を原作としており、貴族と呼ばれる、吸血鬼たちが存在する遠い未来を舞台に、D と、はじめとする吸血鬼ハンターと、貴族の一人である。 マイエルリンクの戦いを描いた内容である。1999年末以降、ヴァンパイア・ハンター・ D ・ブラッドラストの題でアメリカにて先行公開され、日本では2001年4月に音声は英語のまま日本語字幕をつけて劇場公開された。DVD ソフト化の際は英語版の他に日本語を吹き替え版も発売されている。 貴族マイエル・リンクは、都の名門エルバーン家の少女シャーロットと駆け落ちをし、貴族の安住の地とされる、夜の都を目指し、協力者である、女貴族、カーミラのいる馬車を走らせる。エルバーン家は、D に加え、貴族たちでさえ恐れる、凄腕のハンター集団、マーカス兄弟にも、シャーロットの救出を依頼した。D、マーカス兄弟。 マイエルリンクと彼が雇った怪物の用心棒、バルバロイの民が入り乱れての追跡劇が展開される。そんな中、マーカス兄弟の一員であるレイラは D に思いを寄せ、どちらかが死んだら、もう一方が墓に花を手向けるという約束を交わす。やがて、マイエルリンクとシャーロットを乗せた馬車は、カーミラの居城、シャイテ城へ到着する。だが、 マイエルリンクとシャーロットの駆け落ちがカーミラによって仕組まれていたことが判明する。そしてマイエルリンクとシャーロットの二人は星々の果てに向けて宇宙船で旅立った。それから数十年後、リーは約束通りレイラの墓参りに行った。それぞれ役名、英語版キャスト、日本語版キャストの形で記載。二度目となる。 吸血鬼ハンター D の映像化の企画は、マッドハウスの別作品、重評絵押し風潮のマスタリング期間中から始まっていた。OVA 版の続編を作ってほしいというファンから要望が寄せられたことがきっかけで、吸血鬼ハンター D の新作映画を作ろうという話になった。原作者の菊池も OVA 版が安っぽいと感じていたことを気にしていたことから、 新作映画の制作に賛同した。菊池は映像化にあたり、川尻義明らに任せる姿勢を見せ、脚本の打ち合わせなどには参加しなかった。吸血鬼ハンター D の映像化の対象として、第3作である D あやかし卒業を選んだ理由について、監督の川尻義明は、複雑な背景設定を説明する必要がなく、作品のテンポが映画向けだったことなどを、 自身のホームページの中で挙げている。1997年には、川尻義明監督、マッドハウス制作という開発体制が確立した。川尻は、準備ができたら、いつでも作品に取り掛かることができるようにするため、絵コンテや原画のみといった単発の仕事を中心に、行っていた。プロデューサーの山本又一郎は、菊池の別の代表作である。 幼獣都市の権利をマッドハウスから購入したいと考えており、幼獣都市について話し合いを進める中で、吸血鬼ハンター D の新作映画の話を耳にする。山本は、吸血鬼ハンター D の新作映画を OVA だけでなく、アメリカで劇場公開したいと考えた。同作に登場するシャーロットは、原作である D あやかし殺業においては、 名前が割り振られていないキャラクターであり。川尻は犠牲者を出してまで禁断の恋を叶えようとする少女の姿勢をもう一人のヒロインであるレイラが許さない点を踏まえ、禁断の恋に対する責任の自覚を含め、原作における幼い少女というよりは、自らの意志を貫く強さを持った年上のキャラクターの方がふさわしいと考えたと公式ホームページの中で振り返っている。 その一方で、川尻は、女性の観客からはわがままに見えるかもしれないことを、心配していたとも話している。また、D. アヤカし卒業では終盤に舞台が、クレーボーンステーツという宇宙港に移行する展開を迎えるのに対し、川尻は、吸血着物の,の定番として城を出したいと考えていた。脚本の段階では、 終盤で城に眠る大昔のコンピュータが起動し、貴族のホログラムが現れる中、D と敵の戦いが、電脳世界に移行するというアイデアがあった。ところが、プロデューサーはこれを良しとせず、マイエルリンクの特殊性に着目し、正統派の吸血鬼を敵として出してはどうかと提案し、最終的にカーミラというキャラクターが出来上がった。カワジェリは、 プロデューサーの選択が正しかったと公式ホームページの中で振り返っている。また、物語の結末も同様の理由によるものである。キャラクターデザイナーには、重表絵押し風潮などに参加した、美ノは豊が、川尻の使命によって起用された。また、同作においては、3DCG をはじめとするデジタル技法が取り入れられた、ほか、川尻が、 虫プロ時代に勉強した、リミテッドアニメーションという手法が用いられた。アニメーション制作は、マッドハウスの所有する東京のスタジオで行われたが、ポストプロダクションの作業は、アメリカ合衆国カリフォルニア州にある別のスタジオで行われた。日本語版のダイアログの収録は、英語版のサウンドトラック収録後に行われた。日本の企業、 イードが運営するアニメ専門ニュースサイト、アニメ、アニメ、によると、本作は北米だけでも50万枚以上の DVD を売り上げたとされている。本作は、アメリカ合衆国の批評家たちから好意的に受け入れられており、メトクリティックでの点数は62点だった。オルタナティブ新聞、シカゴリーダーのリサール・スペクターは、シュールな冒険物語が豪華なアニメーションによって、 彩られたと評価している。タブロイド誌、デイリーニューズは、美しくて、ウィットに富み、時には、刺激的と評価し、ファンか否かに関わらず楽しめる作品であると評した。日刊誌、サンフランシスコクロニクルのエドワード・ガスマンは、監督の川崎に、魅力的なビジュアルを作るだけの才能があるとしつつも、ストーリー展開が薄っぺらく混沌としているとも、指摘している。 ヴァンパイア・ハンター・ D は1999年12月9日にビクター・インタラクティブソフトウェアより発売されたプレイステーション用のゲームソフトであり本作を元にした物語が展開される。ありがとうございます。